室町時代芸能芸術全般に才を発揮した能阿弥を検証する碑が長谷寺境内に完成し除幕式が行われました足利将軍家3代に仕えた能阿弥は当時の文化の発展に深く関わった人物で業績は現在の茶道華道公道などの礎になったとされます初めに関係者らにより検証碑の除幕が行われました その後長谷寺の浅井寛雄家主らが寺で生涯を閉じた能網の遺徳をしのんで法要を営みましたそして日本文化に関わる人の心の拠りどころになるようにと顕彰碑の建立を進めた佐藤武者工事千家の千宗奥さんが献茶を行いました碑は高さがおよそ2メートル幅がおよそ1メートル 香川県産のアジー市政で、農網などと千層奥さんが記号しています。また、顕賞碑には能網の絶筆で国の重要文化財に指定されている蓮鈴の写しの陶板も入れられています場所は仁王門をくぐってすぐの登り楼の左側で日本文化や美術関係者らの新たな名所となりそうです。